そのギャップがかっこいい俳優で歌手の木村拓哉さん、48歳が9月17日、自身のインスタグラムを更新し、早速ファンの間で大きな話題になっている。木村拓哉さんの美しすぎるマスカレードナイト公開初日の挨拶をさせていただきました共演者の皆さん、監督、関係者の方々ありがとうございましたというコメントとともに投稿されたのは3枚の写真。映画マスカレードナイトの舞台挨拶中の木村さんの様子を切り取った写真が2枚。そして舞台裏で共演者長澤まさみさんや小日向文世さんらと自撮り棒を使って自撮りを楽しんでいる写真が1枚である。舞台挨拶中の木村さんは黒のタキシードに黒の蝶ネクタイ、さらにはオールバックというホテルマンスタイル。クラシカルなコーディネートはその目力とも相対って尋常ではないかっこよさだ。そしてさらに注目なのは共演者の皆さんとの自撮り写真。目を引くのは木村さんの表情だ。ウインクをした上に口をタコのように突き出したおどけた顔で写っている。 SNS ではこの写真について木村先輩やるくて最高、写真撮ろうぜってなってこの表情してくれるの嬉しすぎるといったファンからの熱いコメントが寄せられていた。確かにギャルっぽいし草と表情ですね。次はどんな意外な表情が見せてくれるのか楽しみにしています。現代ビジネス編集部